ですね、なんと自己紹介を始めてください。あの動く国家公務機を作ってます開発の小野です。小野さんです。カズと申します。カズさんです。はい、今日はカズさんに、声をかけていただきましてですね、こういう素晴らしい動く、ね、骨格模型、ね、こちらをですね、ちょっとね、見に来ました。はい、また僕の、ね、YouTube で、ね、詳しくね、紹介したいと思いますんで、どうぞお楽しみに。はい、はい、じゃあしまう時のことをちょっとご提示しますね。はい、こうやってここに寝かせていただいてですね、こういう膝をこう折りたんで、カバラの中に入れてしまいます。こういうふうにすると、非常にこうミイラみたいな、非常にコンパクトが入りますので、でなんか塗装されてる人みたいな、こういう状態で戻ってやってい、こういう状態で、はい、なるほど、はい、でこういうで、で閉じていただいて、はい、でしまう、はい、しまう、こういう感じになりますね。素晴らしい、はい、非常にコンパクトに、本当です、収まります。素晴らしいです、はい、本当にすごいですよ、おねって、はい、でこういう突起一つ一つのこういうのにも全て意味があるんですね。これのこのそんなのなくても良さそうなんですね、はい、もうこういうのも全て意味があるんです、で骨触ってるとよく分かります、どういうふうに作られるか。